こんにちは、貝柱です。青汁いただきます。最近ツイッターとかの SNS で気味が悪い映画が流行ってんの知ってますか？話題なの。コリアタウン殺人事件っていう映画なんですけど、最近ね、突然 Amazon プライムに追加されて、映画なんですけど、監督も出演者の情報とかも全くわからないんですよ。誰が撮って誰が出てんのかってわからない。内容はね、男が殺人事件を追うっていうタイプのモキュメンタリーの映画なんですけど、事実じゃねえの？事実映してんじゃねえの？みたいな、内容らしく、それがもうだからもう怖いんだということで話題らしくて、今日はそれを見た僕の映画素人の感想を言っていくので、ある程度ちょっと、ね、映画のネタバレしちゃうので、過度なネタバレ嫌だよっていう人は僕がこの後簡単に話すあらすじだけ聞いて、その後の動画は見ない方がいいかと思います。ネタバレ注意。あらすじ。舞台がアメリカのロス、そこのコリアタウンで起きたお話です。夫婦がいまして、妻の方が夫を殺害した事件が発生しまして、死ねウィーンと。それで殺した女の方が警察に連行されているところを、近所の住人の男がですね、アパートから、ビデオカメラで映しているところから始まるんですよね。で、この殺人事件にはいくつか不可解な点があって、この女が殺害したとされる、家ね、殺害現場と女が逮捕された場所が距離的にちょっと離れすぎてると。この殺害現場は家の中なのに、なぜかちょっとそこから離れた大通りのところにも血痕がちらほらついてるというのを、この撮影者の男は発見するんですよね。おいおい、これこの殺人事件なんかちょっとおかしくねえかって。男が気になってビデオカメラ片手にね、調査を始めるんです。で、いろんな人に聞き込みしたりとか、その現場周辺を見て回ったりみたいな、そうやって調査しつつね、このビデオ片手に、この男は自分のなんで僕がこういうことやってんのかっていうのをね、こう語り始めるんです。僕はね、数ヶ月前に仕事を失いまして、とクビになって、そこから無職です。もうこっからまた、復帰するのは難しい状況なんだよと。もうどの会社行っても不採用だらけで、だからこうやってビデオを片手にね、歩き回ってこういうことをすることで、僕が朝ベッドから起きる理由を無理やり作ってんだよ、ははは、みたいな自虐的に言うんですよ。だからこの絵は不公平で、僕は人生の落語者だと。そういう彼の人となりも話しながら調査を進めていくんですけれども、全然ね、こう進展がないんですよ、調査に。あ、僕はダメな探偵だななんて言いながら調査やめようかと思ったんですけど、その日の夜に夢を見たって語るんですよね、このビデオ撮影してるやつは。夢でこの殺害されたやつの顔がずっとこびりついていると。で、そこになんか文章が出てくると。で、その夢で見た文章と同じような文章が、街のね、道沿いのところに同じようなのが書かれてるのを発見するんですよね。で、この撮影者の男は、あ、このメッセージちょっとバカバカしく思うかもしれないけど、僕へのメッセージだと思うんだよねって言うんです。夢で出てきたのと一緒だし、で、こういうのも気になるからやっぱり調査続行しますということになるんですが、果たしてこのコリアタウン殺人事件、彼はこの真相を明かすことはできるのでしょうかっていうお話です。この撮影者の男ですね、こいつが主人公で、もうずっとだからビデオ片手になって顔も基本的には見えない、こいつが病的にこの事件に固執するんですよね、この調査に。そうするとこの男の精神疾患みたいな兆候が見えてくるんです。被害妄想っていうか、街でさ、たまにキリストの人たちがさ、神を信じなさいとか言って、看板持ってるの分かります？街頭宣教師、あいつらが僕を追ってきてる、監視しているんじゃないかみたいな言い出すんですよね。街に現れたメッセージとかもそうですけれども、そういったこう端々の情報を全部こう何かしら自分とこう結びつけて、妄想していく節がこうどんどん出てきて、それに対してね、彼女とか、あと占い師さんとかはもうこの事件には関わることはやめなさいと言うんですよ。止めるんだけど、なんで僕の言ってくれることを信じないんだって、もう撮影者がどんどんおかしくなっていく。で、結局男の彼女が失踪して、その後に男は、警察はきっと僕が彼女に何かしてると思ってるんだと、また警察は僕のことを捕まえに来るんだっていう風に、被害妄想して男も姿を消すんですよね。ほんでこの映画終わって、
最後に本作の作成者は安全を考慮して匿名を望んでいます。本作の収益は警察が本映像の撮影者の男を発見する手助けとなるための私立探偵を雇うことに使用されます。本作は確認されている彼の最後の作品であるみたいなことが注釈されて終わるんですけど、結局その事件がどうこうっていうより撮影してるこの男のがこう狂っていく様が狂気みたいな、言い方悪いけど精神病とか抱えてる方の視点ってもしかしたらこういう風に見えてるのかなとか、そういうのを体験したい人は全然見てもいいんじゃないかなと思います。もう本当もただただホームビデオみたいな感じですよ。だから本当にただ通りかかった街の人にインタビューしてるみたいな感じだし、映画的な演出って合間で少しだけ入るんですけど、そこだけ取り除いて何の前知識もなしに入って見せられたら映画ってわからないレベル、本当に映画って言われて初めて、これ映画だったんですかって言われるレベルで、もう本当に日常感。うん。だからね、果てしなくつまんないですよね。だから、そういう、つまり、そういうことなんですよ。映画としてはね、そういう猟奇的な殺人事件とのホラー要素だとか、ミステリー要素だとか、そういうのもそんなにない。怖くないし。だからあれですよね、映画を見るのが好きっていう人よりは、いつもその陰謀論だとか、それこそ都市伝説とかをさ、自分で調べてとか、そういう考察を自分で能動的にするのが好きな人が楽しめるタイプのやつですね。はい、アマプラにね、突然こんな映画が配信されました。なんだろうなと。コリアタウン殺人事件。監督も出演者の名前もわからない。何？それで劇中で取り扱われている事件、どうせこれはまあ創作の事件だろうと思ってインターネット調べたら、もうそれと同じ、全く同じ事件が確かに現実で起きてるっぽい、確かにネットに、書いてあるね。だから写真も実際に起きた事件のやつが劇中でも使われてるし、だから本当にこれ映画ですかどうなんですかみたいな、限りなく映画とこう現実の境界線をもう薄くしているようなタイプなので、だからそっからね、自分がその実際に起きたこのコリアタウン事件現実で起きてるっぽいっていうのに調べたりね、いろいろこうして、それでもう調べても調べても何か確信できるような答えが出てこない、わーみたいな、そこまで行って初めてね、そういう神秘性みたいなのを自分で見出して初めて面白いというかね、そういう意味でのに行きつけるタイプのやつなんですよね。だからあれですね、絵画とパズル、例えば通常のね、映画でしたらね、監督さんとか役者さんたちが、もう分かりやすいように、みんなに楽しんでもらえるように、こういう言いたいことが伝わるようにっていうのを、もう考えて、作り上げて提供するじゃないですか。はいと。だから絵画ですよね。その完成品を見て思考するタイプじゃないですか、普通のやつは。こっちのコリアタウン殺人事件は、だから、パズルなんですよね。その、完成までを思考して楽しむタイプ。だからもうどっちが好きかですよね、本当に。後者であればね、パズルタイプが好きだよって人であれば、もう最高のね、映画でしょうし。僕は前者なんですよね、だから僕はつまらなかったしっていう。本当に。ほんで、この男も、だから精神疾患っぽいって言いましたけど、すべてそういうこの男の精神病じゃ、片付けられないっていうね、描写も、この男が撮ったカメラには記録されていて、ね、だから男は妄言入ってるかもだけど、カメラは別に機械じゃないですか。カメラはまあただ事実を映すだけなんで、そこに何かこう超常的な何かっぽい現象みたいなのがちらっと映ってたりもするので、ね、そういうのを見ると、じゃあもしかしたらこの事件の裏にやっぱり何か、不可解な、事情なり何なりがあったりするんだろうかって、もうさらにそのもう考察のパーツが増えていくわけですよね。もうパズルのピースといったらもう1000ピースぐらいの、パズルをこう組み立ててるようなもんで、もうまさにですよ、都市伝説大好き、そういう考察大好きっていう研究者タイプのための映画だと思います。今のうちですよ、多分あとちょっとしたらさ、もしかしたら種明かしでさ、本当に映画でしたとかって出演者がネットで名乗り出るかもしれないし、今多分ね、この嘘か現実か映画かわからないっていうこの感覚を持ち合わせたまま、映画を見れるっていうのは今のうちだけだと思うんで、 Amazon プライム入ってる人は別にもうちょろっと見てみるのでもいいと思います。時間もたった1時間
20分くらいしかないので、そういうロマンある体験はね、今のうちしか多分できない、本当に。でもあれですよね、こういうさ、なんか現実かどうかとかもさ、曖昧なさ、作品がこれからもしどんどん出てきたとしたら、ちょっと怖くないですか？もしかして映画として見てるその映像が、実は本当に、起きた事件の一部の映像でさ、映画の中でさ、女がキャーとか言って叫んでズタズタにね、切り裂かれてるとするじゃないですか。で、映画だと思って、うわ、すごいね、このシーンリアルだね、みたいな。女の人の、内臓とか、うわ、すごいね、大腸ってこんな長いんだね、とかさ。映画見てる気でさ、面白いね、とか語ってたらさ、実はそれが本当の女の人の大腸でした、とか。ね、本当の猟奇殺人の現場でしたとかだったらね、怖いじゃないですかね。変な話、そういうので隠蔽できちゃうんじゃねみたいな、完全犯罪じゃないですけど、普通のね、殺したやつのさ、肉塊をさ、グロ映画の死体の山とかに混ぜたらさ、パッと見ね、なんかわからないし、ちょっと一周するけど、その一周もなんか美術さんが頑張ったんじゃろみたいな、撮影する側も美術さんがすげえ頑張ってくっさい匂い作ったんじゃろみたいな感じになるじゃないですかね。そんなわかんないですよね。こういうのがバーって出てくるとマジでね、映画と現実の境界っていうのがもう曖昧になってきてっていうのは当たり前になってくるのかもしれないですね。怖いね今日はコリアタウン殺人事件のお話でした。以上、また明日の動画でお会いしましょう。貝柱でした。おっちー。まあ、僕も本当はね、存在しない人間なんだよね。